混合業の主部木版印刷は印刷技法の一つである。木版印刷は木の板に文章や絵を彫って版を作る突破印刷である。活字版と対称するとき正版と呼ぶことがある。版に絵の具や墨汁などを塗り紙を当てて上からバレンで擦って制作する。また中国では狭く長い刷毛または串型刷毛でする。 複数の版木を使用したり、一枚の版木を塗り分けたり、して、多色印刷を行うこともある。紙の片面だけにすることが多い。炒め材に彫刻を行う、炒め木版と、堅木の木口面に、細密な彫刻を行う、木口木版に大別されるが、単に木版といった場合には、炒め木版を指すのが、一般的である。版元は版木を保存し、 随時刊行するのが普通だった。江戸後期の大規模な総書である、軍書類中の版木も、東京の温古学会に保存されている。版元では、版木の修理、補告修正、売買などが行われた。版木は、数百年使用できる場合があるので、制作時期と印刷時期が違う書物が存在する。東アジアの書物史において、木版印刷による書籍は、 万頭以来、書籍の大量生産の技術として、広く長く受け入れられてきた。また、写本作業の写し誤りを避け、同一定本を普及させることも、犯行の目的だった。書家が書いた原稿を忠実に刻ませる写し国本も、行われた一方、掘り板の効率を上げるために、書体の様式化が起こった。特に明治代後半に、 文行による彫り板に適した書体として考案された、明朝からだは、その代表である。14世紀欧州に出現した、木版印刷は、中国の木版印刷が伝播したものだという推論があるが、確証はない。木版印刷の起源は、はっきりしていない。多くの歯科によって、最古の印刷とみなされている一方で、拓本や印象との関連が指摘されているが、 それらのより古い技術との関係は明らかでない。年代の確定する最古の印刷物として、日本の法隆寺に残っていた、百万頭ダラニが、木版印刷の最古の例とされている。百万頭内にあるダラニとは、藤原仲麻呂の乱の天皇による、平定祈願が込められたダラニの教文で、乱平定後に、法隆寺をはじめとする十大寺に、 多くの小刀に巻き収めて奉納したのものである。しかし、異論もある。また、1966年に、韓国慶州の仏国寺境内にある石刀の、釈迦塔内部で発見された、無垢上皇大、だら二行の制作年代、制作地については、多くの議論がある。孫氏、液境周辺 ACEE1876 現在、確認されている最古の年のある、 木版印刷による印刷書は1900年に敦煌で発見された本般若波原密行で当の港通り9年4月15日の年がある。兵道が高等明州時代に儒教の経典を木版印刷したのが記録に残る最初の大規模な印刷事業である。次に北総の大祖が971年征服した後職に命じて 直販の一斉経を制作させた。その後も一斉経の刊行は繰り返し行われており、チベット大倉鏡も木版印刷である。半儀がほぼ完全に残る一斉経の内最古のセットは、韓国のヘインジ大蔵経版殿に半儀が保存されている高来八万大蔵経である。中国では、 科挙の標準テキストにするため、儒教の経典の印刷が早くから行われた。宋代以降、国古間で儒教経典を出版した。また、民間でも、暦などの実用書、参考書や教科書の営利出版、文人官僚による文集の出版などが行われた。宋代に刊行された本は、その質の良さと貴重さから、総本。 相反と呼ばれて陳調されている。しかし、商業出版が発達し、出版点数が飛躍的に増えたのは明治大中期以降である。明治大からは多色印刷も行われた。古書を収集し、両版の刊行を行うも進むのような蔵書家も現れた。小説の出版も盛んで、いわゆる四大記書の完成と出版も明治大末期である。 新時代には、膨大な編纂事業が、宮廷によって行われた。四古前書は写本であり、一万巻という、中国史上最大の類書である。古今図書修正は、同活字印刷。竹秀でどの厚むちんぽんは、木活あざ印刷であったが、全頭四九百巻など他の多くの本は、木版印刷であり、また、活字本も、再版の際は、木版印刷で刊行された。 並行して、民間でも、官僚、蔵書家によって、地不足再葬書などの大きな葬書が刊行されている。また、原価等し、全城古三大新館三国陸長文746巻の、ような、文献、記録の大きな修正が刊行されて、現代の古典研究にも貢献している。新大末期では、地方の役所が、書局を設けて、古典を出版した。 木版印刷本が多い。19世紀末、石版印刷が上海を中心に普及し、さらに活版印刷が普及した結果、木版印刷は衰退した。うつほ物語 ACE1809 日本では、100万、とうだら2校、約2世紀の間引校の記録がないが、平安時代に、長年によって、北宋から、直販一切教がもたらされた986年。 以後にすり行供養が流行した。これは、ホッケ行などを多量印刷することで区読を積もうという宗教事業である。このすり行は薄い墨が多いが、その後、鎌倉時代までに幸福寺から刊行された、春日版は、漆のような濃い墨の清涼な印刷業である。漢字2年の西遊意識論が、現存する、平安時代で最古の観念気のある印刷業である。 その後も鎌倉時代、室町時代の御三番などの寺院版が、印刷、引いては木版印刷の主流であった。ただし、一切経の観光は、平安、鎌倉、室町時代にはなく、社経で一切経を行うことの方が多い。また、民間出版の先駆である、境版、地方の武家による出版もあった。平安時代から、 室町時代までの出版物のほとんどは、仏教関係の著作や経典である。桃山末期から、江戸時代初期にかけては、一時、サガボンなどの古活字本やキリシタン版などの、活版印刷が、盛んになった。この時初めて、伊勢物語、ツレズレ草など、仏教関係でない漢字ひらがな混じりで書かれた本が、多数印刷された。しかし、漢永期を境に、 再び木版印刷が主流となってくる。出版社、書店、菓子本屋が発達し、浮世雑誌や工病誌などのベストセラーが生まれ、ガイドブックや廃書、浄瑠ボ本なども盛んに刊行され、一般に広く書物が普及するようになった。また、武士の学問書向けに関籍をはじめとする教科書、学術書も多数刊行された。明和頃から浮世絵版画の発達と、 並行して多色すり本も現れた。関石ではない日本の書物の最も大きな総書として群書類獣がある。ヨーロッパで発明された印刷術が19世紀末に普及し出すと新規観光物の印刷術として木版印刷が選ばれることはほとんどなくなっていった。北宋時代に活字が発明されたが中国と日本では印刷の主流は 木版印刷であった。活字を用いる活版印刷が普及しなかった理由としては、文字数が多いため多くの活字を揃えておくことが困難だったこと。それよりも職人が作る木版の方が自由度も高く効率的であること。死刑がなかった時代には増刷が不可能だったこと。日本では漢字とか名を複雑に交えた文章が好まれたことにある。明治初期が 木版印刷から活版印刷への移行期である。学問のすすめや最後クリッシュ編など当時のベストセラーも木版印刷和装の本であった。1877年集英社が刊行した改正最後クリッシュ編が活版印刷洋装本を広めるきっかけになった。藤井1991第5章。 鈴木敏夫1980ピアニッシュも29から33、千孫君第6章、高橋聡氏2007米山ピアニッシュも159から160、民の大祖は、後部15年国古館を設立し、そこに、元の聖古書院に伝えた、そう、元時代の旧国を利用し、補修を施して、印刷を行った。それが、いわゆる総館、名収、元館、 名をと称される、長沢菊り1960。ピアニッシも20、藤枝明1971、ピアニッシも257から259、カーター第19章21章、及びセンソン君2007第8章、デジタル基調書店は館書の部第1章書物の歴史を、たどって国立国会図書館。 藤枝明1971ピアニッシも220から223木印で押したものでバレンでするという過程がないから木版印刷とは言えないという説を述べている。知恵大鳥1984世界で最も古い伝尊本が慶州仏国寺の釈迦塔から出てきた無垢上皇台だらに行である。慶徳王十年頃に刊行された小型の基版本で 文字そのものと刻み紙などはいとも古説でありながらもその印刷は成功な方である。千孫君2007第5章もともと中国で印刷された教官の一部でその寺院建造の時に朝鮮にもたらして喜び天のように教したと信じさせる多くの理由がある。朝鮮日報2007年3月9日、無垢上皇大、だら二行については 同時に発見された、太平四年3月二国寺、無垢上皇登重周期が2007年に解読された、結果、1024年、石頭修理の際に納入された可能性が指摘された。スクープ、韓国木版印刷物は、世界最古じゃなかった参照。 ブリティッシュライブラリーオンラインギャラリーダイヤモンド、スートラデイズランできる、大木康市2004、はじめにと第一章為瀬 2001p48、河瀬 2001p54 藤井1991、第二部2藤井1991、第二部4から5為瀬20013江戸時代の、出版文化、枯渇地盤鈴木1980ただし、学問のすすめの初版の本文は、 金属製の彫刻活字による活版印刷とする説もある学問のすすめと学問のすめの活字各種についてを参照。ありがとうございます。